聖意の女、または手紙を読む聖意の女は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェルメールが1665年頃に描いた絵画。キャンバスに油彩で描かれた作品で、1885年以来、アムステルダム国立美術館が所蔵しており、同美術館が購入した最初のフェルメール作品でもある。誠意の女は、作中に描かれていない窓を前にして、 手紙を読む青い衣服の女性を描いた作品である。女性の外観からは妊娠しているようにも見えるが、確証はない。定説とまでは至っていないが、多くの研究者、美術師やが、この服装は当時のオランダで流行していたものだと主張している。女性が読んでいる手紙の内容はわからないが、作品の構成から手紙のヒントを得ようとする研究が行われてきた。 女性の背後の壁にかかっているネーデルラントの地図から旅行中の夫が妻に宛てた手紙を読んでいるとする説がある。その他、女性の前のテーブルに置かれた箱のそばに見える真珠が時に虚栄心やうぬぼれの象徴として描かれることから手紙は女性の恋人からのものだという説もある。屋内の情景を描いたフェルメールの絵画の中でも誠意の女には 壁や天井の角が描かれていないという点で珍しい作品と言える。ありがとうございます。